相模原浅水公園、相模原浅水公園競技場、相模原浅水公園競技場は、神奈川県相模原市南区の相模原浅水公園内にある陸上競技場。球技場としても使用される。施設は、相模原市が所有し、相模原市体育協会グループが指定管理者として運営管理を行っている。相模原市に本社を置く。 株式会社ギオンが2014年に命名権を取得し、同年3月1日から相模原ギオンスタジアムの故障を用いている。相模原市が市内に本格的な陸上競技場を建設することを目的とし、1998年に開催された第53回国民体育大会のラグビー会場であった浅水公園内のスポーツ広場を改装。 区域を拡張し、日本陸上競技連盟、第2種公認の陸上競技場として整備した。2007年4月に、フィールド、2009年4月にメインスタンド、2010年4月に、電光掲示板、2011年4月にバックスタンドが、オープンした。トースタジアムを本拠地とする、J リーグ SC 相模原は、 スタジアム建設後の2008年設立ということもあり、J1J2 ライセンス基準は考慮されていない。そのため、座席数やトイレの数も不足しているほか、所室も一部整備されておらず、SC 相模原が J2 リーグに昇格するためにはこれらを整備する必要があるが、相模原市はこれらの整備費用を 約50億円と試算しており、積極的な整備に踏み切れない状況にある。そのうち照明については基準を満たす1500リットル X のものが2018年4月に設置されることが決定している。また、2020年東京オリンピックパラリンピックに向けた事前キャンプ地にブラジルが検討中であることが分かった。 2014年1月9日、相模原市中央区に本社を置く、総合物流会社のギオンが、相模原浅溝公園競技場を呼び、第二競技場の命名権を取得し、相模原市とネーミングライツに関する契約を締結した。2014年3月1日からの3年契約で、相模原浅溝公園競技場は、相模原ギオンスタジアム、第二競技場は、 相模原祇園フィールドの故障をそれぞれ用いている。2017年には、対象に相模原浅溝公園グラウンドを加え、年額1050万円でさらに5年更新した。ありがとうございます。